西川敏夫10月7日から2015年1月1日は、日本の実業家、元名古屋商工会議所副会頭、元日本チェーンストア協会会長、元中京大学ビジネススクール客員教授。愛知県は愛知郡下野一式町生まれ、西川屋の創業者、西川町10の三男、岐阜薬学専門学校卒業、 日本薬科学勤務を経て、家業の医療品店西川屋の経営に参加。1963年、西川屋チェーンを設立し、取締役に就任。兄である社長の西川義夫と共に、店舗のチェーン化を進める。1971年名古屋のスーパー、ホテヤと合併し、ユニーを設立、副社長。1976年社長。 1991年会長。1997年名誉会長。2003年5月より特別顧問。社長就任後、郊外型店の積極的展開や香港進出の拡大路線を進めた。また、ベーサークルケートの提携や、医療品専門店の設立など、ユニーグループの多角化を進めた。1986年11月、ランジュ法相受賞。 1995年11月、君山島局日中受賞受賞。地元名古屋の男性合唱団、ムッシュカキツバタの団長や、名古屋南式野球連盟の名誉会長を歴任した、ほか、1992年には、名古屋財界で大相撲の和歌、非兄弟講演会を結成、会長に就任して応援した。晩年も、各地で講演を行うなど活動が盛んだった。 2012年6月までメルコホールディングスの社外監査役も務めていた。急性心筋拘束のため死去。去年89。ユニー株式会社前取締役で2016年までグループ企業であった株式会社ユーライフ社長の西川敏和は長男。同年に同志は退任となり、ユニー経営陣から創業家筋の一つであった西川屋は、 全員退くことになった。ありがとうございます。